少しありがとう。ぶっつけ本番で板倉富安より富安吉田の方が慣れてるからいいみたいなってどう思いますかまあリスクないっていうか、なんか本当にどっちがいいかっていうと、僕はもう吉田より富康、板倉の方がいいと思ってるんですけど、ただ板倉富安使って失敗した時の世間の批判と吉田富安使って失敗した時の世間の批判だったら、前者の方が大きいでしょ。なんで慣れてたベテランの経験をっていうし、なんで板倉出さねえんだよっていう人は少ないと思うんだよ。 それを跳ねろけるぐらい絶対的な考えがあるんだったらそれですけど、そういう監督じゃないし、普通に吉田信頼してるから。って感じかな。